今日は寄席の曲芸や奇術の伴奏として演奏される相囃子を3曲弾きます。すべて煮上がりです。でまず最初が三つ面というもので、これは出囃子にも使われるということですね。そして次が鎧付けで、これは落語の軽技のはめ物の衣装付けの代わりに弾く場合もあるということです。最後があんばで、これは少しゆったりしてます。そして二つ目さんの出囃子にもされているということですね。では。六本の煮上がりです。で五本の煮上がりです。これはちょっとゆったりした曲ですね。それぞれにね、楽しい曲ですね。以上です。